丸三証券株式会社は、日本の中堅証券会社の一つである。日本生命と親密。愛沢証券、岩井コスモ証券、水戸証券、東洋証券、一吉証券、極東証券と並ぶ、中堅証券会社に位置づけられる。1910年、丸三ただ岩吉商店として創業。創業者が、友人の三人だったことから、 マルサという称号が付けられた。オンライントレード専用のソフトウェア、シップクーンには自動更新株価機能がある。1909年12月東京株都庁でそれぞれ証券会社を営んでいた親友3人が各1万円ずつ出し合って新たな証券会社をスタートさせ、社名は資本金が3万円だったことにちなみ、マル商店とした。出資者、 経営者も三人ずつだったことで、三人は縁の深いものがあった。設立の翌年から、名称は代表者の名前を取って、ただ岩吉商店に。その後、吉田聖志郎商店、長尾周一商店と変更されるも、屋号は丸三、店商は丸印の中に同じ長さの三本線が描かれた、デザインが踏襲された。 また、昭和31年から本格的な大学卒業者の採用を開始。同時に社掌を作成。株主、経営者、社員の三者が一体だという意識を表す意味から、見え丸とした。東京、関東、東北、北陸、中部、関西、中国、九州、同省県大阪支店の20歳代の女性社員が、 キャピタルパートナーズ証券大阪支店に転職し、勤務していたかつての上司らに対し、自らの顧客の個人情報を多数漏洩していたとして、2009年9月1日に逮捕された。この女子社員は、キャピタルパートナーズ証券への転職を考えており、その際に、その元上司から、売り上げの3割をもらう条件で、顧客の紹介を依頼された模様。同証券は、 同年1月に、この女性社員を、懲戒解雇とし、大阪府警に告訴していた。1980年代後半から1990年代に、かけて、自然をテーマにしたテレビ CM を放送していた。2000年代はじめ、オンライントレードサービスネームの、マルサントレード変更に伴い、テレビ CM をはじめとする、各種広告媒体での、 マルサントレード知名度アップ作戦を展開。高島正信を起用し、マルさんはオンライン上にいる。変、マルさんは i モードにもいる。変等シリーズ化され放送された。マルさん証券が提供するオンライントレードサービスマルサントレードのキャラクター。マルさんのプロフィール、年齢、34歳、職業、会社員新聞社デリー新聞に勤務、性格、 妻と小さな子供一人の三人家族極めて平凡な生活を送る真面目人筋の堅物な人物が、しかし、特技、隠れた実態はオンライントレードの達人そのことを嗅ぎつけたマルさん、証券は彼と特別な契約を結び、マルさんトレードのシステムの仕掛け人となる。そのホームページ上にはマルさん自らがキャラクターになって登場している。ありがとうございます。